Hey guys! どうも岩本です。今日はですね、ポロシャツの紹介をしたいと思います。ジョンスメドレー CR& コットンニットポロアイシスでございます。定番の、古くからあるモデルです。アイシスで、フィットはこれがね、イージーフィット。一番緩いやつですね。なんでサイズは M、 僕の体でも M サイズでぴったりいけます。でカラーは、ダークブラウン、色なんて言ったかな、ダークレザーでしたかねっていうダークブラウンです。で実は今着てるのもスメドレーの、スキッパーのニットポロなんですけど、これもカラーはねダークブラウンなんですけど、これはコーヒービーンっていう色で、ちょっと色今日参考になるかなと思って持ってきました。多分ね、僕が今着てる方がちょっとだけ明るいと思います。で、こっちがちょっと焦げ茶のような感じですかね。わかるかな？わかりにくい？いや、若干わかる。わかる？で、もうこれは結構ね、ジョン・スメドレーらしいポロシャツというか、例えばこの襟型ですね。これがイングリッシュポロカラーと言われる、こう少し長めに取ったレギュラーカラーのような形でね、非常にクラシックな、襟型です。これが僕非常に好きで、気に入っております。で結構ね前開きの結構深さもあっていい感じです。それも若干他のポロシャツに比べると長めというかね、で着丈もしっかりあって、身幅もゆったりあって、非常にクラシックで落ち着いた感じのポロシャツです。もうこれはね本当に毎年出てる定番モデルなんで、ちょっと考えてる方、検討されてる方はぜひ参考にしていただければと思います。カラーはね結構毎年変わったりするんで、今年とかね見てたらダークレザーとか多分なさそうなんですけど、こっちの色味になるかとは思いますけども、はい。非常にまた使い勝手もいいですし、当然CR&コットン非常に滑らかな生地で。肌触りもいいんで着心地も抜群です。例えばジャケット着るときなんかはこう襟出しして着てもいいですし、で例えば、こういうふうにねスカーフ巻いて1枚なんかで着てもすごく洒落た感じになるかなと思いますんで、スメドレーのポロシャツを買おうかなと思ってる人はまずはこれ入門モデルとしてもいいんじゃないかなと思います。どうぞぜひ参考になさってください。また他にも他の方のポロシャツとかもありますんで、また紹介できたらどんどんしていきたいと思います。じゃあ今日はここまで。グッナイ。グッナイ。また会いましょう。